バナナ苗の複数本立ちの管理で大変なのは通る系なんですが、これはドワーフナンワーの3本立ちなんですね。まあこれぐらいの背丈でしたら高齢者が扱うにもさほど問題ではないんですが、こちらの小株がですね、右側に傾いて、この中央の親株はですね、もしかすると本年やや遅めに出来する可能性もあるんです。そうであれば親株をいずれは家計切断して、この右側東側に傾いている子株の方を、子供の方をの右側に土を持って倒れないようにすることは比較的簡単ですが、この中央の親がですね、いいタイミングで出来して収穫に向かうかどうか、現時点でははっきりはしてないんですね。で、左側の子供の方は比較的まっすぐ立っていますので、親子2本立ちにして、こちらの傾斜、家計が傾斜している方を掘り上げてですね、ポット上にしてこの場に置いておこうかなと思うんですね。傾斜しているのが理由だけではなくて、いずれドワーフナンワーも大柄になると結構掘り上げても重量はありますしね。あと葉身が十何枚展開すれば全体としてはそうそうこじんまりとした草紙草姿でもないんですよね。それでトールの方では昨日から実験を始めましたが、ドワーフナンワーの方も前からある程度は実験しているんですが、さらにコンパクトな着火位置が3弱あるいはそれ以上のものを、3弱を越さないでもうちょっと2尺に近づける、2尺半ぐらいに持っていくことも、まあ、本州の露地バナナ栽培では複数本立ちになってきた時の株数をあまり増やさない対策としても意味があるのではないかと前から考えていたんですね。それでこれから今逆側から写してますので左側になりましたが、左側の子供株を掘り上げて不織布ポットあるいは陶水ポットに収めて、またその場に、その近くにですね、置いておいてコンパクト栽培を狙うという目的で親から切り分け掘り上げてみようと思っています。この3本立ちのドワーフナンワーの右側の子供株を掘り上げようと思っていて、少し掘ってきてみたら親株とこちらの子供株ですね
の間に親株から新しい水芽が出てきているんですね。こういう時に斜めから刺したんではこの水芽を殺してしまいますから、ここはもっとそっちの方で垂直にですね、垂直に刺して切り分けないといけないですね。前にも説明しましたが、一発で垂直刺しで決めようと思うと、まあ、沖縄の人たちでも手元が狂って苗をダメにしてしまう場合が結構あって、それを見てきていますので、私は安全を期して同じ箇所、あっちこっちじゃなく同じ箇所を斜め刺し何度かで無理なく切り分けられるような方法を取ることが多いんですね。まあそれもある程度以上の規模の苗の場合でしてね、オークションに出品する小さな鉢、6号7号鉢ぐらいに植えられるような小株でしたら、それは一発で簡単に切り分けられるんです。私が説明していたのは、一発で決めかねるような規模の苗ですので、まあ、その辺はですね、勘違いなさらないでください。小さな苗の場合には、まあ、さほどの失敗はないとは思いますが、まあ、それでもないとは言えませんからね。これぐらいの規模になってきますと、規模の苗になってきますと、失敗すると元も子もないですからね。それで慎重にやらないといけないんですが、まあこういうふうに親株の方から子株の方に向かって水芽が出てきている場合には、できることならその水芽を、これを生かしてですね、こちらを上手に切り分けるという方が、バナナ苗、特に親株とその水芽に対しては親切ではないかと思うんですね。このように親株から子株に向かって出ていた水芽を傷つけずに、無事子株の方を切り離しましたが、同じところに子株の方も水芽を、これなんですが、出しにかかっていたんですね。これはもしこの辺でもう水芽を犠牲にしてもいいという感じでバツンと垂直刺ししたとすると、こちらの子株の水芽もですね、傷つけていた可能性、傷つけるというよりもダメにしてしまう可能性があったかもしれませんね。まあ、小株掘りはですね、これは数多く行うという体験の中から自分に向いた、また品種ごとの掘り上げ苗のサイズに従ったやり方を身につけることができますから、各自が工夫すべき問題ですね。さて、これをポット植えにして、そうしてこの辺の土を少し戻して、同じところにポット植えした苗を置く準備をしようと思いますね。そちらの親株から掘り上げたこちらの苗は、そちらの親株と接していたところの水芽の他に、まあ、ここにも大きな水芽が形成されていて、こちらはもっと下の方から立ち上がろうとしている水芽があって、もしかすると子株をだいぶ出すんじゃないかと思ったので、口径30センチではなく口径40センチの陶水ポットを用意して、
そちらの親株のそばに置いて、下の方に腐葉土、それから上の方にこの辺の掘り上げた土の一部を乗っけて用意したところです。ここに埋め込んで、元の位置からやや離したところにですね、据えておこうと思いますね。もしかするとある程度長い期間この陶水ポットを上にするかもしれないので、ヨレヨレの新品じゃなくヨレヨレの陶水ポットを用意して根が出やすいように考えました。本当に地中に繁栄でもして根を出すんなら、繁栄する前に陶水ポットの下の横に3、4箇所ぐらいスリット傷口をつけておこうと思いますけれどもね。この掘り上げた株は最後は刃物を使わずに、主に左右に揺すって、あと手前にも揺すって、3方向に揺すって根がおのずと切れるところに任せるために、刃物ではカットしていません。バナナ苗がこの辺でなら根は切れてもいいということをですね、栽培者に教えてくれるのは、刃物を使わずに、最後は刃物を使わずに揺すって断根されるに任すというのが一番いいんですね。ドワーフナンワーが3本立ちになっていたところを、右側の1本を掘り上げて、このようによれよれですが陶水ポットに植えたところです。あともうちょっと土を持ってきて、この辺に持って、これが倒れにくくなるようにするつもりです。あんまりスペースはないんですがね、この辺にはトマト苗を植えておいて、まあ、多少なりともこのブルーベリーで実がなった時の雨よけに資するような場所を選んで植えてるもんですから、ここは30センチから40センチぐらいしかスペースがないですから、そんなに大げさな盛り土はできないんですが、まあ倒伏しない程度にですね、この折れ曲がっている葉がらは作業前からそうなってましたので、後でカットしようと思います。ちょっと頼りない新しい薪葉も出てきていますしね。まあ、これで昨日作業をしましたトール系のナムワの2本掘り上げ、ポット植え、同じ場所への配置と、それから今作業を終えましたムサドワーフナムワの3本立ちの2本をそのままにしておいて、1本を掘り上げて陶水ポット上にして、元の位置からほんのちょっと中央の株から離したところに据え置いたということですね。まあこれで本年どれぐらいポット栽培で成長するのか見ることができると思いますね。来年出来の可能性はあると思うんですが、背丈がそうそう大きくならなければ来年の越冬再開後
の成長再開から6月末ぐらいまで、あるいは7月初中旬までにどれぐらい大きくなるかを見て、そのままにしておくか、もし結構伸びるようなことがあれば、あらかじめ家計のカットバックをして2尺半の着火位置を狙って、根域制限のポット植えの上にさらに家計カットバックでスモールバナナ収穫を狙うということも考えられると思いますが、今作業を終えたところですから、まだ何をどうするかはよく分かりません。二尺バナナはいろんな名前で出てますが、まあ基本的にはですね、二尺着火位置バナナということで、味はどれもこれも大したことはないんですよね。よく出ていますけれどもね。で、三尺になるとムサドゥワーフナンワーみたいにとても美味しいバナナがあるんですが、それを二尺までは栽培手順で二尺着火位置まで栽培着火位置を実現するのはそう簡単ではないんですね。まあ、家計カットバックなどが簡単なんですが、まあ、ほどほどのところで美味しさはそのまま、収穫量はもちろん目減りするのはこれはやむを得ないと思いますが、2尺半、3尺よりもっと低い2尺半ぐらいでの結果位置で、まあ3、40本つけてくれて味は全く変わらず美味しいということなら、ムサドゥワーフナンワーのポット植え栽培によるコンパクトサイズ、総子がコンパクトサイズの収穫というのにも本州では価値があることかなと思っています。まあ南西諸島でそんなことする必要はありませんがね。